フラッシュバック90 T シャツ、フラッシュバック90、イエーイ。どうですか、うん、はい、 T シャツですか。楽しかったです。遅れないといいけどね。大丈夫でしょ。ラジオね。ね、というわけで、もうあと近くなってきましたよ。来週だよ。ちょうど一週間ですね。そう。ね。どうなんですか。バッチリですよ。バッチリなんですか。詰め寄らないと。バッチリなんですか。バッチリなんですか。バッチリですよね。バッチリなんですか。大神さん。スカイツリーファンだからさ、エンディングはこっちの方がいいからさ。あ、なんかすごいこだわり。さすが、さすが。ファン目線で。自分でも忘れてる、そういうアレンジとかを覚えてるとか、こうやってる間に、あ、こうだったってすごい思い出すところが、汗出てきた。はい。汗びしょです。ね、とかすごく、あの、本当に、タイムトリップしたような感じで楽しかったです。曲がいいよね、曲が。やってて飽きない。泣いた。本当にあの曲聴けて、あの曲聴けて。ちょっと私は今日はこう、うるうると来ちゃうぐらい楽しかったり、うるうると来たり、ね。またしんちゃんのビートもね、90年代。そうですか。それ微妙だよね。僕のビート90年代ですから。もうバッチリハマってる。あれさ、ところでさ、おととい上げたやつ、もうさ、BGM が結構でかくて、結構俺のかな、聞こえないとこあるじゃん。あれさ、俺のとこさ、何て言ってるの。これ星川さん、完璧に見てる。星川さん、90年代だよ。90年代何してたんですか。90年代だってもう俺31だからね。90年代算数できない、算数できない。90年代、90年代に結構楽になった。実は、ね、80年代っていうのは結構さ、大変で、要はさ、ギターなんかでも、エレクターガンガンこう、自慢の時代だったの。スタイル的に。で、それが仕事するときにさ、そういうのコピーしていかなきゃやんなかったりするように、自分がこう、高揚しないだろうと思って、だけど90年代に入って、いわゆるオルタナが流行ったり、ね、ジャズバンド流行ったりして、結構ギターがクリントンとかが出てきて、それで、あ、なんだろう、自分がやったことでよかったんだって、やっとこう、そういう仕事も結構、なんていうの、いろんな生活音も入ってますけど、なるほどね。じゃあ90年代、星川さんとしてはそういう感じだった。そうそう、だからすごい楽になった。で、自分の好きだったら70年代っぽいのが入ってくる。そう、90年代はファッションも音楽も70年代です。そうそうそう、ね、ちょっとリピートみたいな。あのほら、70年代青春だから。じゃあリアルな、リアルな。だからリアルがいて、70年代まで、そう、そうでしょ。だからそういう意味では本当になるべくして集まったこのメンバーですかね。新社にいたんですか、日本に。はい、あのね、90年代って、ね、真ん中辺ちょっと日本から出てたんですけど、宇宙に行った。宇宙に行った。火星じゃない、違う。そう、でもやっぱり、ね、90年代の音楽はもちろん、ね、リアルタイムでいっぱい聴いていい曲いっぱいあったし、今日もね、やっててやっぱりメロディーこんなにいい曲いっぱいあったんだ、アメリカの音楽ってすごいキャッチーな、ポップで、でもブルーが70年代テイストで、ね、なんかすごい楽しいし、馴染みますよね。岡野さんどうですか。だから楽しかった。
あの岡田君が弾いてるのを見てるのも楽しそうですよ。みんな楽しそうと思ってる。岡田がさ立ち上がってくれて上にまでやってくれて思わず上にも肩があんないから。いやいやありがとう。状態に向かう。状態に向かう。たまにそうやって、たまにそうやって動かないと。ね、なんかこんなワイワイと。皆さんも巻き込んで19日は、こんな雰囲気でワイワイやりたいなと思ってますね。はい、盛り上がっていきましょう。私が言うと全然盛り上がらない。盛り上がっていきます。当日こちらの T シャツもね、はい、ゲットできますので、はいはい、まだまだ大丈夫。はい、もうちょいかな、うん、もうちょいだね、うん、ちょっと急がないとかね。そうですね、ぜひゲットしてほしいなと思う。それから配信が、あの今アーカイブが残ってるから、ね、結構いろんな配信ライブで、あのフラッシュバックナインティーズは当日の7時までに買わないと配信アーカイブも見れないので、ね、はい、生で見た人しか見れない曲もある。そうなんですね、一緒という感じで、ぜひ皆さんも90年代。いや、それは分からない。70年代。なんか図工とかね。ぜひ10月19日見てください。お願いします。